ミシェル・バストスはブラジル出身のサッカー選手。SE ・パルメイラス所属。ポジションはディフェンダー、ミッドフィールダー。フリーキックの名手であり、2008から09シーズンは前半戦だけで直接フリーキックから4得点している。地元の EC ペロタスでサッカーを始め、若くして天才と呼ばれた彼は18歳でオランダのフェーノールトに渡った。 リザーブチームでトップ昇格の機会を伺ったがトップチームでは試合に出場できなかった2002から03シーズンはエールディビジンに昇格した SBV エクセルシオールにレンタル移籍して28試合に出場したがシーズン終了後にはブラジルに舞い戻った2005年にフィゲーレンセーフシーで2桁得点を挙げたことから再び注目されるようになり2006年に フランスのラスックリールメトロポールに移籍した。2006から07シーズン開幕戦のスタッドレンヌ戦でデビューし、65分間プレーした。初得点は RC ランスとのダービーマッチで、このシーズンは3得点した。2007から08シーズンはスタッドレンヌ戦、オリンピックリヨン戦、FC ロリアン戦での貴重な得点を含む8得点を挙げ、7位でのフィニッシュに貢献した。 左サイドバックから左ウィングにコンバートされたのはこの頃だった。リオンでプレーするバストス2008から09シーズンは2節のルマン UC 戦で初得点すると2週間後には FC ジロン弾、ボルドー戦で得点し、その1週間後には FC 訴訟戦でも得点した。このシーズンで特筆すべき得点は2から2と引き分けたリオン戦での得点である。 左足で放たれた難しい角度からの30メートルのフリーキックはグランダーで複雑な回転をしながら飛び、相手ゴールキーパーのウーゴロリスでさえも止められなかった。2008年11月11日からは絶好調の期間となり、マルセイユ戦、FC ロリアン戦、トゥールーズ戦、オグックニース戦、ルアーブル AC 戦で得点し、リールはこの5試合を2勝3分で乗り越えた。 数週間後には再び連続得点の期間が始まり、得点した6試合すべてに勝利した。このシーズンは37試合に出場して14得点を記録し、アシスト数は9でランキング上位に名を連ねた。得点ランキングとアシストランキングの両方で5位以内に入ったのはリーグアンの歴史上初めての出来事だった。 カップ戦も含めた通算では41試合16得点を記録した。チームは5位で UEFA カップ出場権を獲得した。リーグンの年間最優秀選手候補にも選ばれた。2009年7月15日、移籍金1800万ユーロの4年契約で、リール時代の監督クロード・ピュエルが率いるリオにへ移籍した。UEFA チャンピオンズリーグ本戦。 出場プレーオフアンデルレヒト戦ファーストレグで初得点した。5から1で勝利したこの試合で彼は3点目を決めた。8月29日、a s s 南シー戦ではゴール前25メートルの位置から強烈なミドルシュートを叩き込んだ。チャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグのボルドー戦では決勝点を記録した。2011から12シーズン前、 ユベントス FC への移籍の噂が上がるものの残留。2013年1月29日、ドイツブンデスリーガのシャルケレイヨンに2014年のシーズン終了まで1年半の期限付きで移籍した。2013年7月、アルアイに FC に移籍。2014年1月、SSC ナポリへの移籍が濃厚だったが一転して、リール時代の恩師ルディガルシア率いる AS ローマに、 半年のレンタルで移籍決定。2014年8月13日、サンパウロ FC に移籍した。2016年12月31日、SE、パルメーラスに移籍した。世代別代表を含めセレソンに選ばれた経験はなかったものの、2009年10月に A 代表初招集を受けると、イングランドとの親善試合にフル出場し、代表デビューを果たした。 南アフリカ W 杯ブラジル代表にも選出され、大会前の親善試合、ジンバブエ戦で代表初ゴールを挙げた。本大会では、グループリーグ3試合と、決勝トーナメント1回戦、準々決勝の前後試合に先発出場し、積極的なオーバーラップでチャンスを演出した。オリンピックリオン、ありがとうございます。